さらに今年は各々のソロ曲まであると難しい旅が高いことを打ち明けた。伸び悩む演奏を向上させる秘訣をバイオリニストである高嶋千佐子先生に聞いたところ、常人はより上手な人の演奏を聴く、でも彼女は自分より下手な演奏を聴いて、私は上手いと自信を持つのだそうなと綴った。そしてそんなの参考にならないじゃないかとこぼし、僕より下手なトロンボーン奏者なんてそういるものではない、普通じゃない、失礼ながら笑ってしまいました。ちーちゃんはやっぱおもろいなんて的確なアドバイス、楽しみにしてますなどのコメントが寄せられた。テレビ朝日系高嶋千佐子のざわつく音楽会で企画されたコンサートについて、大阪城ホールの本番を2週間後に控えてリハーサルが行われたと伝えた。石原はまたまたこの季節がやってきましたと投稿。